この素晴らしい世界に祝福を。ファンタスティックデイズ。今日のために練習した新曲、楽しんでいただけましたか？カジノで勝った人も負けた人も、私たちの曲を聴いていっぱい元気になってちょうだいね。次はアクセルの街にぜひ遊びに来てください。皆さん、今日はどうもありがとうございました。これが噂のアンクセルハーツか。最近不調で負けが込んでたけど、勇気づけられた気がする。ああ、今なら俺勝てるよ。カジノに行ってくる。思った通り、カジノの売り上げにも貢献してるみたいだな。これでまた呼んでもらいやすくな。今回も良かったぞ。演舞を思わせるキレのある踊り。鍛錬を怠っていないようだな、シルエルト。父は見ているぞ。え、あそこにいるのって。カズマさん、どうしたんですか？こそこそ観客席の方を覗いたりして。かわいいかわいいエリカちゃんも頑張ったんだからね、カズマ。ああ、いつものファンだけじゃなく、ご新規さんもいる会場でよく頑張ったよ。お疲れさん。でしょでしょ、もっと褒めていいのよ。ほら、リアも。なんでちょっと離れてるのよ。サビで一箇所音を外してしまった。それで反省してるの？まあ、それがリアのいいところだけどね。できなかったなら鍛錬すればいいよ。鍛錬は裏切らないから。二人とも。エイリカとシエロの言う通り、反省は次の公演に生かせばいいと思うぞ。みんなありがとう。これからも精進するよ。じゃあ打ち上げに行きましょう。カズマ、会場はカジノの人たちが取ってくれてるんだっけ？ああ、町の近くにテントを張ってるはずだ。今日は天気もいいし、外でバーベキューってのもいいだろう。あ、じゃあ僕お手伝い行ってきも。おっと、危ねえ。まだ公演はあるんだから怪我でもし。いやあ、ぶろ。ごめんなさい、僕また。久しく忘れてた。こういうところは反省だけじゃなく改善してほしいのに。だ、大変だ。冒険者を集めてくれ。さっさと逃げろ。ん、何かあったのか？街の外にジャイアントトードが出たんだ。それも対局か。なんで？食べ物の匂いだよ。なんでか知らないが、大量の食料があっちのテントに用意されてるんだ。それを嗅ぎつけたらしい。あ、カズマ、多分これって私たちの。言うな。でも僕たちのうち。言うなって。俺たちのせいだってバレたら、この町を出禁にされるかもしれないんだぞ。というわけで、ショーが終わって疲れてるだろうけど、打ち上げの前にもう一仕事だ。頑張ります。ブワー。え、くそ、攻撃が全然通れない。飲み込め、飲み込め。はぁ、あ、大丈夫ですか？今ヒールをかけますね。はあ、
ありがとう、助かった。よし、とどめは私に任せて。エリカ、油断するなよ。大丈夫よ、こいつら程度なら。ジャイアントトードは打撃耐性があるからな。アクアもそれで毎回ひどい目に遭ってるし。やめろシエロ、打撃は効果が薄いって。鍛錬は裏切らないんです。僕の拳が通じないなんてロイエンタール家の恥です。もうオオカリも出てきた。シエロのやつ、普段はおとなしいのにこういう時は熱くなるよな。ディア、エリカ、行くぞ。打撃は効きにくい、下がって援護に回れ。でもエリカちゃんが。まずい、集まってきたぞ。おとり役なんかいないし、このままじゃマジでヤバいぞ。私が槍でついてエリカを吐き出させてみる。二人とも援護を。しまっ！ディア！今の僕の拳はなんて無力。でも負けたまま背を向けるなんてできません。それにどうにもならないならどうにかすればいいんです。僕にはこの拳がありますから。シエロがおかしなこと言い出した！よく言った、シルエルトよ！はぁー！うわぁたたたたたたたうわぁちゃぁ！なにこれ！トードたちがめっちゃ吹き飛んでいったんですけど！父上。行くぞ、貴族たる者、どんな困難も打ち砕いて行くのだ。そのために拳はある。はい、ありがとうございます。その息だ。二人を返してもらいます。はぁ、打ち砕き。ぬめぬめする。エリカちゃん大丈夫？打撃が効きにくいなら効くまで攻撃すればいいだけの話。実に簡単なことだ。マジか。ってよく見たら目を回してコントロールしてるだけか。あんなにいたトードたち全部にコントロールレベルの衝撃を与えるって、なんて恐ろしい親子。大
丈夫か？冒険者をかき集めてきたぞ。援軍も来たみたいだね。一気に片付けよう。うん、この島、シエロが助けてくれたのよね。 ありがとう。でも、ぬめぬめ。父上の協力もあったからで。父上、ありがとうございました。なに、たまたま用事があったついでだ。それよりも、お前の成長が見られてよかったぞ。はい、僕、これからもいっぱい鍛錬を重ねて、もっともっと強くなります。その調子だ、シルエルトよ。鍛錬は裏切らない。ということで、早速二人と鍛錬してきます。え、二人にはお世話になってる分、みっちり教えてあげるから、みんなで一緒に強くなろうね。待って、シエロ、ジャイアントトードも片付けたんだし、打ち上げを。そうよ、それに私、ヌメヌメでベタベタなの。シャワーくらい浴びさせて。こういうのは実戦の感覚を忘れないうちがいいんだよ。さあ、まずはコンビネーションの確認から。いやシエロのやつ、変なスイッチ入っちゃったみたいだな。踊り子業に影響が出ないといいんだが。というか、拳で押し通す貴族って何なんだよ。